高橋昭弘は日本オセロ連盟認定8段。著書では、校の字を使用しているが、機種依存文字のため高の字が使われることもある。2005年生まれ、小学4年生の時にオセロを始める。2017年のオセロ小学生グランプリで優勝し、同年のオセロ世界大会では、ユースの部で優勝、無差別の部では、準優勝を獲得した。2019年の王座戦。 名人戦でそれぞれ優勝し、名人戦では最年少記録を達成。2019年の第43回世界オセロ選手権で14歳という若さで優勝した。相手は2年前に世界選手権の決勝で高橋が負けてしまった高梨祐介。前回と同様に決勝で当たることになったが、リベンジを果たした。2005年9月5日生まれ、大阪府堺市出身。 得意な教科は数学。第40期オセロ名人、第14期王座、日本オセロ連盟8段。序盤から隙のないオセロを打ち、終盤の読み切りの速さで相手のミスを誘って逆転する気風。オセロの普及にも努めている。ザウの名は最後まで諦めない。オセロをプレイする際にはオレンジジュースを飲む。これは糖分を補給するためだという。これは、 オセロ界でも爆発的に広がり、2018年のオセロ小学生チャンピオンではオレンジジュースを製造するキリンがスポンサーになった。2015年にオセロをはじめ、2016年9月公式大会デビュー戦で3段となる。2017年8月のオセロ小学生グランプリで優勝、同年11月の世界オセロ選手権で準優勝。 2018年のオセロ名人戦で準優勝して6段に昇段。2019年3月のオセロ名人戦で優勝して名人となり7段に昇段。同年7月のオセロ王座戦で優勝して2冠を達成。さらに同年10月の第43回オセロ世界大会で優勝。世界一の栄冠に輝くとともに史上最年少での8段昇段を果たした。 さらに第48回全日本選手権で、またまた優勝し、もし次にもう一度全国大会優勝すれば、最高位の球団になる。現在、ア君のオセロドリルという YouTube チャンネルもあり、いろいろなオセロの必勝法の動画を投稿している。https、b o ック、マイナビ i .jp、オセロ高橋昭宏。ありがとうございます。